幼かった子どもたちもパパやママとなってこの舞台を支えてくれています。年月の流れを感じます。来年は会館のリニューアル工事のためちょっと一休みをさせていただきます。またこの会場でお会いできることを楽しみにしています。ではフィナーレをお楽しみください。本日はありがとうございました。